皆さんこんにちは。こいちくん、うん、こんにちは。こんにちは。今日はとりあえず2人で、はい、お送りしていこうと思いますが、はい、はい、いよいよユンボの方が借りることができまして。そうですね、はい、その前にちょっと確認しておいた方がいいかなと思うんですけど、はい、あれから多分2回目打ってから多分約1ヶ月ぐらい経過してるかなって思うんですけど、はい、除草剤ですね、うん、ラウンドアップを打ってから1ヶ月ぐらい経過してるんですけど、奥の方ちょっと私の方が移動して、はい、はい、こんな感じなんですけど、枯れたね。だいぶ枯れましたよね。そうですね、はい、ユンボを借りられたので、まず抜根の方を、はい、今回やっていきたいと思います、はい、で一番最初なんですけど、西側の、沼地の方をとりあえず最初にやっとかないといけないんですけど、一応沼地は1本しかないので、ここをとりあえず終わらせたいと。まあ午前中いっぱいかかるかどうかわからないんですけど、まず木を切ってないので、木を最初に切ってから、いろいろこうユンボを使ってほじくるんだか、うん、はたまたユンボが入れなければ、紐で吊るしてやるんだか、うん、まあ、ちょっと考えながらやっていきましょう。そうですね、はい、今回光栄さんの方でお借りして、はい、やっていこうかなと思っております。はい、一応3トン、はい、30アルファって書いてあるんで、多分30馬力ぐらいある機械になるんで、かなり役に立ってくれるかなと思います。じゃあチェーンソー持ってきて用意の方したいと思います。はい、はい、どうすんの、どの辺切るの。まあ、ちょっと残してていいんで、これここ、ここ切断、ここ切断で、ここら辺を切断していく感じですかね。ああ、なるほどね、はい。移動しましょう。はい、はい、じゃあエンジンつけたいと思います。あ、結構静かな、最新のエンジンって感じがしますね。からの戦いを告げる土ぼこりが立っております。おお、ひとかきがでかいな。早っ、戻ります。はい、風くんどうする、どん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 行っちゃう。そうですね、とりあえずすいません、10分
かかんないって言ってたけど、うん、あの思った以上でした。いや恐ろしいね、あのプリンかよ、もうマジでワンカキでしたもんね、ワンカキ、おかしいおかしい、びっくりした、びっくりした。僕の7倍とか言ってましたけど、はい、違う違うそうだね、はい、僕の50人ぐらいはあります、力、恐ろしいね、 すごいね機械の力、恐ろしい。じゃあガンガンやっていきますかね、もう手当たり次第どんどんやっちゃいますか、もう手前の方から順々に、はい、はい、行きたいと思います。奥からじゃなくて大丈夫、大丈夫、はい、行きましょう、行っちゃいましょうか、はい、じゃあ進みます、はい。この調子でどんどん取っていきましょうか。ただ慣れるまでに時間かかりそうですね。そうだね、時間かかりそうだね。だってあのレバーの数見てくださいよ。こんなの、こんなのガンダムのガンタンクだけだよ。こんなレバーがある。この木の根っこが。ここにありますよ、この画面の中央、ほらこりゃ手掘りじゃ手に負えないや。借りて正解、やば、こんな根っこ長いの。はい、またドローンビューイングからお届けしております。現在葛城くんはですね、あちら畑の奥中央部で作業しています。そして動画の冒頭ですね、作業していたのは右側奥竹やぶのあたりですね、あの辺の樹木から伐根を開始して、で、まあ、現在1時間経過してないぐらいですけど伐根続いております。まだ今回の企画の最大の山場はですね、この画面切れちゃっていますけど、この左側の画面中央、左の中央部にそびえ立つ桑の木ですね、通称ドドメですけど、6、7メートルあるのかな。どのように伐根が進むのか乞うご期待ということでお願いします。だいぶ慣れてきたんじゃないか。いい感じです。手際が良くなってきました。約3時間かな、はいはい、ゆっくりですはありますが、全体的にね綺麗にできればいいかなと思ってますので、とりあえず午前の部は、今12時半ぐらいになってますので、とりあえず終わりにして、一回昼休憩して、あ、そうですね、はい、じゃあ午前中お疲れ様でした。お疲れ様でした。
はい、じゃあ午後の部スタートということで、はい、じゃあアチさん午後の部よろしくお願いします。はい、アツジやってまいりました。はい、ということで、手前の方から順々に木をなぎ倒してきたわけですけど、はい、まあ、一番でかい木、はい、をとりあえずやっていっております。なるほど、はい、まあ、順々にちっちゃいのからじゃあやっていきますか。わ、はい、かりました。はい、あの和也くんの話だと昨日あの2時間で終わるっておっしゃってたんですけど、はい、まあ、全然終わらないですね。はい、まあ、和也くんの、まあ、見立ては大体3倍から4倍かかるということで、はい、2時間とおっしゃってたのでやはり6時間から8時間はかかってしまうということなので、はい、さっさとやっていきましょう。はい、じゃあやりましょう。はい、はい、次はどこなんですか。はい、次はどこなんですか。ここに1本あるんでちょろっとやっていきます。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ交代、はい、交代お前がやりたいっつったんだろ。なんで俺やんなきゃいけないんだよ、達也くん。自分から交代って言いましたよ。なくしょうがねえな。いいいいいい、そういうことでも。オッケー。あら？ザ・バッコン。ちょっと慣れてきたね。うん、グーグー。チェーンソーにしましょう。じゃあ風間くん、はい、チェーンソーマンになるってことでいいかな。はい、あれチェーンソーマン大体一発ですね。一発でなれます、ね、回ってるか。心臓のとこにあるんですよ。はい。
じゃあまた再始動ですね。はいはい、行きます。はい、これちょっとなんか周りをもっと掘ってみますか。そうですね、これでいきなりひっくり返すのちょっときついですね。きついかもしんない。ちょっと周り行っちゃいましょう。はい、来ました。豪雨がいよいよ降ってきちゃったね。これは抜くしかない。抜くしかない。抜くしかない。よし、行くか。風雨ともに最高潮でございます。あとは倒すだけ、そんな感じはします。おお、回転しました。これはもう抜けたってことでいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。これはもうクリア。はい、クリア。じゃあ今日の目標、これで終了です。終了です。お疲れ様です。雨降ってきたんで、あっちに移動させましょう。もうこのさ、この大きさですよ。凄まじいですね。凄まじいよ。こうだもん。これを持ち上げるって大変なことよ。頑張りました。引っこ抜くって大変なことよ。ということで、はい、じゃあ今日はね、まあ学校も終わったと。じゃあ明日は何ですか。奥側をこじって、はい、
はい、整地の方をしていくのかなと言ったところですかね。なので明日からは奥に入って、はい、どんどん平らにしていくと、なるほど、ね、いうことをしていくと思います。はい、じゃあ2日目ということで、はい、昨日で一応抜根の方が全て終了しました。今日とりあえず全然ぬかるんでいる状況はないので、まあ奥の方を整地していくということでやっていこうかなと思います。はい、はい、じゃあ実際にユンボを奥に持ってって奥から順々にやっていこうかなと思ってます。はい、はい、じゃあ実際に乗って行っていきます。はい、はい、昨日と顔つきが違うね。手慣れた感じ。慣れてきました、ちょっと。いいっすね。はい、じゃあ行きます。はい、はい、じゃあこの縦のラインをとりあえず、崩してって、まあ、根っこも取りながらちょっとほぐしながら枯れるようにねやっていこうかなと思います。はい、はい、雑草 VS 桂木くんです。だいぶ苦戦してますけど、でも着実に進んでいますよ。お疲れ様です。お疲れ様です。だいたい何時間ですか今の。今ので1時間ぐらいですね。おっと、きついですね。きついですね。1時間で1本って感じですよね。残り時間はですね、午前中の分残り時間はですね、まあ、ひたすら前掘った穴を埋めております。これね、作業性落ちますからね、穴があるとね。賢明な判断ではないでしょうか。午前の部終了ということで、今農場長がホームベースに戻っております。はい、まあ午前の部はとりあえずこんなもんで終わりにして、一回休憩入って、はい、また午後よろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、では加瀬くん、お疲れ様です。午の部というか夕方の部というか、はい、はい、まあ暗くなってきてますけど、これからまたなんかちょっと雨降るみたいで、はい、はい、また、まあ、進めていくっていう感じで進めていくしかないと、はい、ちょっと時間がだいぶやばいですね。そうね、はい、掘って掘ってって感じですね。そうですね、掘って鳴らして掘って鳴らしてですね。
まあ、はい、やっていきます。はい、やっていきましょう、はい。カツヤ君、カツヤ君、ちょっとストップ。これカツヤ君、はい、じゃちょっと作戦変更ということで、はい、やっぱね、カツヤ君が今取りに行ってくれてる間に、はい、他のとこも今見てみてたんですけど、はい、前岩があるみたいな話してて、うん、岩はなくなってるよって感じだったじゃないですか、うん、で岩はないんですけど、うん、でっけえ丸太があって、あ、気づいた気づいた、さっき、うん、でああいうのとか、あとは、昨日抜根した木とか、うん、その辺はやっぱり動かせないんで、トラクターで了解、もう絶対ユンボじゃないと動かせないと思うんで、その辺をまずちょっと今何とかしてほしいかな。了解、じゃあひたすら運ぶっていう感じで。そうそうそう、はい、で私は買っちゃいます。はい、でやっぱラウンドアップ巻いたことで成長止まってたりとか、うん、新芽が出てきてない感じがするんで、うん、とにかく買っちゃいましょう。はい、じゃあもうゴロゴロ言ってね、はい、雨降ってきちゃいましたけど、はい、やっちゃいましょう。ちょっとね、あんまりにもひどかったら今日はとりあえず車の中で、また微笑ですね、お兄さん。はい、じゃあ行きます。じゃあここから定点で、ここからもう俺らの力見せましょう。はい、頑張りましょう。よし、1時間半で行けるっすけど、はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。虹がかかってます。アトシさんも頑張っております。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れましたね。どうすか、どうすか、一面買っちゃいましたよ。凄まじい働きぶりですね。凄まじい働きぶり、働きぶりですよ。前回のね、春先にやったやつよりもスキル上がってるんじゃないですか。そうですね、まあ、でも刈りやすかったですよね。草丈はやっぱり短いから、うん、そうだね、目に当たるってことはなかったね、うん。まあ、でもさっき撮った時よりもう断然違うんじゃないかなって思います。違うでしょ、はい、多分これをこれでまた草をどんどんあっちに集めてって、うん、で固めたいとこ固めてる方がいいと思います、うん、やっぱり、まあ、じゃあ2日目これで終了と。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあカズ君、明日も頑張ろう。はい、明日じゃあちょっと3人で行けたら、はい、3人で頑張りましょう。はい、はい、じゃあまた明日。また明日。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いよいよ3日目ということで、かなり日差しが強いですが、開拓の方を進めていきたいと思います。午前中は今日私一人の方でやっていきたいと思います。作戦としては、大きな木などを運んで奥の方に全て集約していこうかなと思います。まあ昨日も淳さんの方が言ってましたが、ユンボでしかできないことをやりながら、作業の方をちょっと進めていければなと思っております。じゃあ定点にして少し撮影の方をしていきたいと思います。
はい、だいたい3時間午前の部を作業を行いました。大きな木っていうのはね、だいたい処理することができたかなと思います。じゃあ一面ちょっと見てもらって、はい、では、午前中とりあえずこれで終わりにして、また午後の方ね、整地なり、他のやれることをやっていきたいと思います。3日目の午後、はいはい、になるわけですけど、午後は淳くん、光一くん、はい、珍しく3人集まるという、今日3人で、ね、はい、やっていこうかなと思います。はい、じゃあここからはまたこの南東の南西の部分ですね、はい、あそこが一番ちょっと怖いですからね、はい、埋まっちゃうんじゃないかっていう。でも大丈夫そうじゃないですか。まあ危険だったらやめときます。すぐ引き返しましょう、はい、すぐにやめます。はい、はい、じゃあ淳くん、ガマの方やってもらって、はい、僕ちょっとあぜの方やるんで一回、はい、であぜ崩し終わったら刈り取れてるところを順次いこうかなと思います。そうですね、今日は雨降るんですか。今日は雨降らないです。降らない、降らない、いいんだか悪いんだか分かんないね。まあね、涼しくはなるけど気持ちがいいけどね、うん、じゃあやっていきますか。はい、じゃあ作業の方移りましょう。はい、はい、いいね。どうぞ。ユンボさばきがさらに上達したんじゃない？3日目突入ということで、皆さんご覧ください。1日目2日目と経ってついに3日目ですけど、だいぶね草の方も片付いて、また土地の方もだいぶ平らになってきてるんじゃないですか。綺麗になってるのは一目瞭然ですよね。で、特に1日目にあった木ですよね、ご覧のようにもう目に映る木はないですね。機械のレンタル期間もあるということで、この後無事に作業終わるかどうかちょっとわからないんですけど、この後も温かく見守っていただけるとありがたいです。汗になってるとこ今削ってますよ。結構なお手差ありますからね、ここね。カメラだとちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、だいたいね30センチぐらい盛り上がっちゃってますね。ほら、ユンボが今斜めになってたでしょ。あの傾斜になる分だけ高いんですよ。危ないですね。どうですか？どうですか？だいぶ進みましたね。サウナ所です。サウナ所。この顔の汗見てください。いやー、吹き出しますよ。昨日の雨と同じ感じになってる。虫とか大丈夫ですか？鼻水出てるわ。あー、鼻水っすね。虫は結構いますよ。います。蜂とか大丈夫ですか？蜂は大丈夫。蜂はあの辺にいますから。ちょっと、ね、はい、絶対行かない。もしくはもしあれだったら日陰で休んでくれる。はい。
勝也くんの得意なプレスです。さすがラグビー部。はい、3日目、はい、プレス終了と、はい、いうことで、ええ、まあ一回見ていただいて、うん、まあいよいよもうこれは何ですか、さら地と言っていい状態にはなってるんじゃないでしょうか。まあだいぶ近づきましたね、はい、ちょっと小市くん一周、はい、さーっと見ていただいていいですか。はい、テレレンテ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 ン、なんということでしょう。葛城農場長と淳くんの手によって、アツピーの手によって更地へと生まれ変わった農地。だいぶいいんじゃないですか。じゃあ下の作業はデコボコなくしていこう。そうですね、はい、ということで、はい、じゃあ3日目終了ということで、はい、じゃあお疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。もういっぱいいっぱいだ、いっぱいいっぱい。俺もこれも満身創痍会だな。皆さんおはようございます。今日は4日目ということで、撮影をしながらまた撮っていきたいと思うのですが、本日は4日目ですが、一人で作業の方を行っていきます。で、何の作業をするかっていうとなんですけど、あぜがいくつかあるので、そのあぜを潰していこうかなと思ってます。1日かけて明日は最終調整ということで、他のことができればいいかなと思っております。だいたい今日仕上げる気持ちでやっていきたいと思います。4日目の始める前の状況です。はい、ではお疲れ様でした。4日目の作業すべて一応終わりました。整地の方がね、だいぶ進んではいるんですが、かなりデコボコの道とか、そういうのが目立ってきてはいる状況です。また明日1日使ってね、最後、仕上げていければいいんじゃないかなと思います。最終日になりまして、5日目、開拓に5日目と、はい、整地の方を、まあ、大体終わったと言ったところで、まあ、全体的に大体平らになったのが見てわかるかなと。我々一昨日でちょっと、はい、一昨日から今日来てますけど、はい、昨日だいぶ頑張りましたね。いや丸一日というか、昨日ちょっと、うん、もう時間ねえなってなって、うん、お昼食ってないんですよ。食わずに行きました。ちょっとそれぐらいちょっと今日に合わせて、うん、ちょっととりあえずほぼ終わってる状態にしたいなって思って。ああ、なるほどなるほど。でひたすらもうこっちにゴミの方全部持ってきて、うんうん、はい、ゴミなんですかこれは。ゴミです。これもう全部ゴミです。まあ、枯れ葉というか、ね。枯れ葉。はい。まあこれから土になってくであろうっていうものなんですけど、まあとりあえずそれまでは放置と、うん、言ったところではあるんですけど、うん、細かいゴミ、ゴミっていうのがちらほらあるんで、ゴミが落ちてます？うん、落ちてる。これをゴミというのは、まあ、永遠に落ちてる。ビニールゴミ。ビニールゴミ。はい。あとは、なんか時々瓶とか落ちてたりしますかね。ああ、よくないです、ね。なんか、あとはペットボトルとか。ペットボトル。はい。があったりとか。まあ、これからトラクター入れてかき回すわけなんで、うん、すげえ大きな木っていうのは、なるべく除去してもらいたいなって思ってるんで、なるほど。石。はい。すごい細かい石だったら別にいいですけど、はい、そこそこでかい石は除去して端の方に寄せとくとか、あ、分かりました。っていうことをこれからやってもらおうかなと思います。はい、はい、それでもう完璧にとりあえず終わりと、うん、この作業について、はい、まあ、一応デザイン私提案させてもらいましたけど、はい、あれが最初から完成するわけじゃないということで、はい、まあ、ハウスとか、まあ、必要さ今揃えられるもの以外のエリアに関しては、和也くんとしては畑やりたいなみたいな感覚なんですよね。はい、そのためにこれから耕す、はい、で耕すための今日は最終段階です。そうですね、わかりました。はい、
ということで、はい、作業の方に入って多分1時間ぐらいで多分それは見れるんかなと思うんで、あ、そうです。そんなにすごい落ちてるわけじゃないんで、はい、はい、まあ3人で横並びになって、まあ、この場合だと2人の方がいいのかな、2人横並びになってゴミを見ながら拾いながら、はい、ジグザグに行ってくれば、うん、うーん、まあ何億か分かんないけど、はい、分かりました、はい、そんな感じでやってもらえればすぐに終わるかなと言ったところなんで、はい、はい、これを運べって言ってたんですよ、彼は手で文明を無視してますからね文明に逆らうとは、小田くん、この辺石すごいいっぱいあるよ。埋まっちゃってますね。またあつしくんが根っこを片付けて財君が鳴らすという愛の共同作業です。あ、勝也君、飲んで。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい、最終日、はい、いよいよ終わりました。ユンボも持ち帰ってもらって、はい、はい、いよいよ終わりましたね。終了ということで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。では小一くん、一周してみてください。視聴者の皆様、ご覧ください。辺り一面に生えていた草木の数々、それを匠たちの手によってきれいに更地になった農地。この農地には夢と希望しかないじゃありませんか。そしてここに積み上げられたゴミ、恐ろしい量です。本当にユンボを使う匠の腕のおかげですね。ということで、はい、今後ともご視聴の方よろしくお願いいたします。お願いします、はい、チャンネル登録とコメントの方もあるとやる気もどんどん増してきますので、何か意見の方ありましたらぜひ書いていただけるとありがたいです。はい、はいはい。